悲しい時、何回ガチャを回してもお化けキノコしか出ない時、っていうね、もうね、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ミヒトです。いきなりガチャから始まってすいませんが、今度こそと思ってね、レア度が A 以上のモンスター出ること祈ってたんですね。そんでガチャ引いたらですね、これですよこのお化けキノコしか出ないんですよね、僕あれからずーっと何回かガチャ引いてるんですけど、ほんともうこのガイアドフンゴスっていう、もうほんとお化けキノコしか出なくて悲しいです。まあもちろん討伐していくんですけどね。だって全国の人を募集して今回討伐していきたいと思います。まあお化けキノコレベル32とはいえ、まあ所詮レアと B のモンスターだから多分2人でいけますね。まああとの2人は NPC なんで大丈夫でしょう。さて、かっこいい BGM が始まりましたが、やっていきたいと思います。バトルスタート。このキノコのモンスターは毒が一番ですね。毒の攻撃モーションはこれですね。このあ、これこれです、これです。 OK、 避けれた、避けれたか。この毒モーションが一番危ない。これがですね、なんかキノコがドカーンと出てくるこのキノコが地中からドカーンと出てくるやつ、ほぼ一撃で死ぬんですよね。味方が一人死んでしまった。ここで大丈夫かな。 OK、 OK、 助かった。 OK、 さてちょっと回復を使っていきたいところ。こっち来た、やめてくんな、くんな、くんな、くるな、やめてくんな怖い、うわー、弱ー、避けられなかった。キノコ怖い、このキノコ嫌いになりそうだよ。あー、ダウン成功したけどちょっとまだアクションスキル溜まってないわ。待って、これはもう避けれないって分かったからガードしたわこの毒の攻撃がね、結構ダメージでかいんですよね。この地中から埋まってくるの、出てくるのもやめて。いや、でも、このキノコ狩りすぎて、そろそろキノコのフル装備できるんじゃないかって感じです。あ、来たー、もうこっち来ないのやめて。OK。もうこういう巨大モンスター、なんでか知らんけれど、バックステップするんで、後ろに立つと危険ですね。味方が死んだ。OK。大丈夫、調整できるよ。で、回復したいなー。回復したいけど味方の蘇生もだな。おっと、またバックステップ。いいケツしてんなぁ。このキノコよく見たらいいケツしてますね。割れてる。うわぁ、危ねえ。毒避けた。回復したいけど、まあこれ回復しなくても、おぉ、オッケー、いけた。回復しなくてもクリアできそうですね。オッケー、これで、よいしょ。オッケー。いや、まあ NPC が2人いましたけど、2人で、プレイヤー2人でいけますよね。あ、はい。今回、お化けキノコの攻略でしたが、や、そろそろ別のキャラを攻略したいですね。まあ、ほんと、キノコしか出てこないんで、他のキャラの攻略のしようがないんですね。あ、どうしよう、これほんと。お、やった、1位か。やったぜ。やったぜ。いや、レベルもなかなか上がりませんしね。といったところで、ご視聴ありがとうございました。今回の戦いの立ち回りを参考にしてもらえればいいかなと思います。まあ結構ジャストガードとかできますんでね。